ソリャンカは、ウクライナ料理の一つで、香辛料を多用した味の濃いスープである。ピクルス、オリーブ、ケッパー、肉や魚の燻製などを汁物仕立てにすることから、ノムオードブルとも呼ばれる。ソリャンカは、ボルシチと、ナラビトウを代表する料理であり、サガンウクライナとスロボーダウクライナの農村に伝わるスープである。19世紀までは、セリアンカといった、料理の決め手となる。 キュウリの塩漬けの漬け汁を使うことから二日酔いに効くスープとして好まれた。ソリャンカの歴史は新しく、近世にウクライナのボルシチとロシアのシチーの融合から生まれたスープだと考えられている。18世紀後半のロシア女帝エリザベータと関係が深かったウクライナコサック出身のロズモーブシクイケはロシアの朝廷にウクライナ料理を流行させた。その結果、 ソリャンカは、ロシアの貴族によっても好まれるようになり、ロシア料理の一つとしても知られるようになった。ロシアにおいては、ソリャンカは生まって、サリャンカ、あるいはサリャンカとも発音する。ロシアでは、ザクウスキの温菜として、ブイオンを使わずに、刻んだ材料を耐熱容器に入れて、パン粉とパルメザンチーズを振りかけて焼いた、キャセロール仕立てにすることがある。また材料は、ほぼ同じでも、 穀類を加えたスープは、キュウリの塩漬けのスープと呼び、区別する。このスープは諸国にも伝わり、今日では、ドイツや東欧諸国などにおいても食べられる。ソビエト連邦軍が東ドイツに駐留していた時、レストランのメニューに載っていた、定番料理、ゾルヤンカを好んだことから、缶詰にして売るようになった。東ドイツで育ったドイツ首相、アンゲラ・メルケルは、ソリアンカが好きだと、 インタビューで語っている。肉のソリゃンか魚のソリゃンかソリゃンかは、ブイヨンの違いから、肉のソリゃイか、魚のソリゃンかと、竹のソリゃンかという3つの種類に分けられる。基本の素材として、きゅうりの塩漬けをブイヨンで煮てから、オリーブ、キャベツ、レモン、クワスに、竹の塩漬け、きゅうりの塩漬けの漬け汁もを加えるので、スープは塩辛い。また、トマト、テーブルビート、 玉ねぎなどを加えるためスープの色はしばしば赤みを帯びている。風味付けにパセリやセロリ、香辛料に黒胡椒などがよく使われる。食べる際にはスメタナを加えるのが一般的。肉のソリャン化塩漬けのきゅうりをブイヨンで煮た鍋に肉類のほかトマトと玉ねぎ、オリーブ、風味付けにケヘパー、オールスパイス、パセリやイノンドを細かく刻んで加える。 ブイヨンを突き足し、煮詰めないように注意しながら、短時間加熱する。魚のソリャンカ野菜類を最初からまとめて、ブイヨンで煮る他は、調理法は、肉のものと同じ。肉の代わりに骨を取った燻製や塩漬けの魚を、用いる。仕上げに、レモンの絞り汁、またはスライスをスープに加える。竹のソリャンカキュウリの塩漬けに刻んだキャベツとトマト、酢。 塩水少々を加えバターで炒める。別に竹と玉ねぎを炒めておき、火からおろしてすりおろしたレモンの皮を散らして混ぜておく。キャベツと竹を重ねた上にパン粉とバターを乗せて、濃度のおばさんのスープと呼ばれたとするロシアの言語学者で、サッカレブ、イバノビチスクオルツオフは、転居としてロシア語に関する辞書と、辞書、語彙語法辞典を引いたのに対し、 ロシアの歴史学者で料理研究家のウィリアム・パフリエーブキンは、理論を唱えて1547年に発行された、中世ロシアの生活規範集には、塩漬けのスープと記されたことから、濃度のおばさんのスープは、あくまで19世紀の呼び名だと主張、執筆したウェブ版、料理大辞典、サリアンカの項目でもそう示した。ウクライナ史文献生活文化。ありがとうございます。